はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はイエ先生のレッスンです。お願いします。今日はですね、代官山のマイコルフレンジさんに来ております。ここもすごい店舗がたくさん増える予定です。すごい、はい、たくさんあります。オーナーさんも募集してるそうなので、はい、フランチャイズでオーナーさんももちろん会員さんも募集してるんで、ぜひホームページにアクセスしてみてください。はい、じゃあイエ先生、今日のレッスンは何ですか？今日はちょっと意外に多いアドレスした時のフェイスの向きを確認してみたいと思います。はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。じゃあまず真上ぐらい、うん、はい、ではこれは7番やったんですけど、はい、7番ややってみたいと思います。はい、まずアドレスってこういう状態でアドレスで、自分の左手のが自分の左内ももに来る感じ、これが私で、アイアンとか、まあ、基本ゴルフクラブとかここにブースが入ってるので、うん、自分の体の中心でこうやって構えちゃうと、そのブースがある分まっすぐ構えようと思って左向いちゃうんですね。それをこうするとまっすぐにスペースの面が、これだとこういう状態になっちゃう、うん、まっすぐにしようと思って、これってめちゃくちゃフェース実は右向いてます。ちょっと待ってくださいね、上から撮ってみます。はい、正しくはこれが今一番正しい向きなんですけど、はい、体の手元、グリップを体の真ん中で構えるとまずこうなります。うん、で、これをじゃあまっすぐにしようと思った、もう思って、噛んじゃった。思って、こうやってすると、まっすぐに構えたように見えるだけで、うん、手元を実際の位置に戻すと開きます。なるほど、なるほど。で、スイングは基本、こういう状態でボールに当てていきたい、はい、のでアドレスの時点でこれぐらい開いてると、もう当たるときにはもちろん、うん、あの開いちゃう、うん、なのでどうしよう、どっから取ればいいか、はい、むずい、あ、これがいいな、これが正しいベストの、これがね、うん、結構ねこうなってたりとか、うん、こうなってたりとかすごい伸びてる。あ、じゃあ手を真ん中で構えた時にアドレスするから、そう、基本は自分の左手は左内ももの前、うん、こういう状態、正面から見た時に小文字の Y になってます。はい、こういう感じ、これだと大文字の Y、 はいはい、こっち、おー、なるほどね。そうそうそう、でこっちで構えて、そのフェースの下のラインがまっすぐになる、こういう感じ、これだとこういう状態でこういう感じけど、もう構えの時点から結構こうやって開いてたりすると、開いてるね、こうやってしっかりボールに当たらなかったりとか、うん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 、今すっごいちっちゃいスイングで打ってるので、打ってても今みたいな感じになるっていうことは、スイングを大きくすればするほどもっとおかしくなっちゃうので、まあ、まずは手元の位置、自分の手元の位置が本当に正しいのかどうか確認して、その後フェースの向きをしっかり打ちたい方向に向けているかどうかっていうのを確認してみてください、うん、で、こうやって、で、っていう状態、はい、はい、結構開いてる人多いです。そうかも、私も昔は結構開いてて、ちょっとかぶせるぐらいの気持ちで構えるようにした、うん、で開いてる人からすると、そう、今のが正しいんですよっていうと、うん、こんなにかぶせるのって言われるんですけどそれが普通、うんうんうん、開いてる人から、うんうんうん、そうね、逆にこうすっごいハンドファーストでかましすぎてる人ももちろんこれぐらい、はいはいはい、それは手元の位置さえ修正すればいい、うーん、なるほどね、こうやってなりすぎてる、はいはい、なのでまあ、鏡の前とか、うん、ぜひ確認してみてほしいなと思います。はい、はい、じゃあ今回もゆい先生ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。
バイバーイ。